試合をしたいと思います。今日初めてなんですけど、まあ、何が打つ選手か分かんないんで、まあ、一生懸命頑張るやるだけです。試合自体が初めてですので、まあ、落ち着いて、まあ、相手が豊さんなので、ね、先輩に胸を貸したつもりで、まあ、とにかく食い下がって負けないように頑張ります。そのマッチってのは初めてですからね、肌から楽しみですけどね、いろんな意味で違うかまあ頑張りますよ、与えられた仕事ですからね。Break! Break! 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 Break!
レイドホー早く浅い新学期終わってから離れ離れになったんですけど久々なんで今日はその離れた分の成長を木川さんとその練習してきたあれまあ違うんですけどとりあえずその成果を見たいです、ね、今日はあの新学期時代から知ってる、まあ、若手とやるのでまあ特別まあ来週に有志鉄線に向けての実験台ということで少しいろんな技を今日はチェックしながらやっていこうかなと思ってます。格闘技スタイル
そうですね、まあ、今石格闘技五番勝負というのをやってるんですけど、まあなかなか、ね、いろんなまだ出してない技もありますので、ゆっくり今日は実験台になってもらいます。申し訳ないですけど若手には、毎回言うこと同じなんですけど、松崎さんタッグなんで、もうなんか、どっちが取れると思います。はい、神玉、馬虫、もう行きますよ、ガッと一発、今日は、はい、あ、最高。
プロレスないよそんなの。だってさ楽しめるじゃない。試合やっ
かでメッセージいただけますか。どっち、新日本、全日本、違う、ただ俺やったぐらい、ユニオン高杉さん頑張って、それしかないっすよ。まあ、いつも通りね、叩きのめすだけですよ。なんで、はい、今日は、高杉さんと組めると思うので、一生懸命頑張って、あいつらもちょっといろんなところのリングで暴れてるみたいなんで、ほら、ちょっと一発叩きのめすがないといけない。
目ヤオンコーナーよりゾンビアは宇宙マシン X 宇宙マシンシルバー X 組の優勝です。最強トリオだと思うんで絶対負けるわけにいかない。まあこれから先後楽園ホールといろいろあるんだけど、もう絶対落とせない試合。本当は幸せ強化後楽園になるんで、まあ、幸せ強化後楽園のために死んだって感じでね、ちょっと行ってみようか。そんな感じでね、1回2回3回とどん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 、定期戦の回数を伸ばしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ毎回1回上一へ見つけ覚悟で見に上がっている待ってやがってます。もうどうよろしく。
Thank you.
Oh!
チームのスーパーチームマシン東龍学院の勝利でございました。はもう完全に決着ルールみたいな感じで、ね、決着つかなかったら朝までやるな。ジューカーも完全にお客さんもさっきマニングで言ったようにお客さんが完全に納得する形の決着をつけます。そこにそれだな決着つけないけど、その中にゴーブタンとその意地が順番を追い込んだね、お客さんに納得してもらえるような試合をします。相当厳しいもんなと思って、また来たい、また来たいというような試合をね、続けていきたい。